は何色で、男の子は何色か。女の子は赤？男の子は何だろう？よくわからない。何色かをした女の子、何色かをした男の子、そんな二人が出会ったら、その間は一体何色なんだろう？きっと、まだ真っ白。しつらえたばかりのキャンバスのように、これからの色をしている。だからきっと、恋の色は白い色。二人の色で染めてゆける、無垢で純真な白い色。私を呼ぶ約束の響き、目覚めた朝に新しい風を連れて、そっと香るの見つめたら真実になってしまう。咲くの？ああ、やっぱり迷子になっちゃってたか。うん、私久々にやらかしちゃった。今自分がどこにいるかもわからない。いや、迷子でよかったよ。咲くのは可愛いから心配しちゃってたんだ。心配いらない。迷子、迷子なら見つければいいんだもんな。迷ったらお兄ちゃんに見つけてもらえばいい。さくの、そこの写真撮れる？わかった。元気みたいだな。そっか。はい。そこ旧市街だよね。多分。もしかして鏡モール行った？すぐ行くから。どこだい？わからない。さっきの場所から動いたの？うん、変な生き物に連れられて。あ、そっか。あんまり動き回ったらダメだよ、見つけられなくなるからね。うん、わかった。私動かない。
ん？ん？どうした？バッテリーなくなる。え？ああ、サクノ、何か近くに目印ない？何か？ずっと壁、それから山が見える。山？遊女の山か？うん、多分。すぐ見つけるからな。待ってて。うん、動かないから。安心して、すぐに。どうしたの？あ、いや。うん？あ、いた！先輩、いました！おかえり。もう、どこ行ってたの？にゅい！金木星。あ、雨。やば。動かないって約束した。ん？大丈夫？おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか電源が入っていないため。はい。あの、ウリュウさん？え？ウリュウ、シンゴさんですか？ええ。あの、あなたは？よかった。え？あの、サクノ、つながったわよ。サクノ？ほら、お兄さんよ。兄さん、おひさ。サクノ、大丈夫なのか？雨は？うん、大丈夫。アイリが傘を貸してくれてるから。え、誰？あ、今の人か。そう、アイリの。返す。で、この携帯ってどうして？ あれ、サクノ、今どこにいるんだ？サクノ、サクノ。お電話変わりました。セナと申します。あ、改めまして、ウリュウ・シンゴです。妹がご迷惑をおかけしてしまってすみません。いえ、あの、実は私も道に迷ってたところなんです。え？私も心細くなっていたので、サクノに助けられてるというか。ですからお礼を言われても困ります。まだ二人とも迷ったままなんですから。アイリー。君も方向音痴か。今の笑うところじゃありません。ああ、ごめん。で、そこから何が見えますか？ここは坂を上がったところで、遠くに町明かりが見えます。その道の反対側は山に向かってますか？え？ええ。そのまま山に向かえば公園に出るはずです。あの、
お兄さんは今どちらですか？僕も旧市街です。公園の西口の近くなんですが。はい、公園に入れば私もわかります。咲くのはどうですか？アイリー、もうダメ。ほら、もう少しでお兄さんと会えるから頑張りなさい。頑張る、頑張ろう。俺も頑張ります。もう、なんですお兄さんまで。でも、そうですよね、頑張りましょう。セナさん？サクノのお兄さんですね。はい、ありがとうございました。兄さん、本当に重ね重ねありがとうございました。いいえ、こちらこそ助かりました。アイリー、ありがとう。また会いたい。私も。だって私たちもう友達だものね。帰ろうか。うん。はいはい。お兄ちゃん、お風呂すぐに沸くから入って。ああ、はあ、危うく風邪をひくところだった。明日からもう10月だもんな。お？咲くの？私もお風呂。俺が入ってるだろ。平気、兄弟だから。平気じゃない。雨に濡れて冷え切った体を温め合う兄と妹。ダメだって。はいはい。父さんとお母さんは？もう出かけたよ。しばらくは忙しいみたい。そっか。これ当たり。鏡モールの魚屋さん、お値段なりのものはある。これが昨夜の目的？本命はこっちだけど。ああ。今日が初日だから、下手なものはお兄ちゃんに持たせられない。ありがとな、咲くの。高級品の品揃えで定評のある鏡モールは、普段の俺たちには縁がない。だけど、方向音痴の咲くのは迷子になるリスクを冒してまでそこへ買い物に行った。全ては今日のために。佐久野の冬制服、久々に見るな。4ヶ月ぶり。お兄ちゃんも。俺はいいよ。でも佐久野はやっぱりその服似合うよね。おい、ハヤタ。ああ、シンゴ、サクノちゃん。おはよう。おはようございます。おはよう。さ、初登校と行くか。乙女のソノに。
これから俺たちが踏み荒らしちゃうんだけどね。いいね、そのいかがわしいフレーズ。俺盛り上がってきた。なあ、佐久間ちゃんに引かれてっぞ。どうする信号。俺だけかよ。ところで、早田さんは婚約者がいると聞いてますが。いや、佐久間ちゃん、きついな。ナイスツッコミ。どういたしまして。女性との大群。なんか息詰まりそう。それ私の立場は。俺たちの母校新市街にある鏡台学園は経営悪化に陥り、近隣にある結姫女学園からの持ちかけで学園統合することになった。だけど旧市街にある結女こと結姫女学園は由緒あるお嬢様学校だ。そこで10月から実験的に 1,2 年生から選抜された生徒がテスト生として結女に通うこととなった。そう、俺と佐久野、そして早田もそのメンバーなのだ。うわぁ、さすがは名門女子校。な、に、ぬ、お帰りなさいませ。は？どうかなさいましたか？ただいま。え、アンジェに出会ったばかりのお方にただいまとお返事をいただけたのは初めてです。さてはできるお方なんですね、アンジェ。びっくりです。あ、もしや家族か貴族のご子息様でしょうか。なるほど、確かにどことなく気品のあるお顔立ち。このような無駄話をご清聴いただくのも久しぶりでございます。実にジェントルマンでございます。アンジェめちゃめちゃしびれちゃいました。結女の小粋な歓迎ネタなのかな。びっくりして帰る人もいそうな気が。それはご心配なく、きちんとご案内いたしますので。あ、じゃあ結女のメイドさんなんだ。あ、なんというか職員さん。いえいえ、ご案内こそいたしておりますが、このアンジェ野良メイドなんですよ。野良メイド。野良メイド。さようでございます。アンジェリーナ七つシーウェルと申します。以後お見知りおきくださいませ。ああ、皆様は仮統合機関のテスト生でいらっしゃいますね。ただいま行動にお集まりいただいております。こちらへどうぞ。しかし豪華な校舎だな。さすがは野良のメイドが出没するだけのことはある。でも野良メイドに出会っちゃったらこれ以上驚くことはないかな。あの生き物、なんか見たことある気がするな。私も。おお、ムクナシ、ウリュウ。すごいよね、お嬢様学校。だよな。ここも舞踏会とかできちゃいそうだもんな。なんたって、いきなりメイドのお出迎えだし。マッチー先生、声かけた方がいいんじゃ。でもしっかりしてください先生。だって若い男の子があんなに。そんなこと言われても。結女の先生ですか。集合場所ってここでいいんですよね。ごめんなさい。マッチー先生。じゃなくて、
もうすぐ学園長が来ますから、もう少し待っててください。本当にごめんなさい。はあ、情けない。痛いわよ。そんなプリプリしてるとモテないわよ。うるさいわね。鏡台の人たちを待たせちゃってるんでしょ。この声入ってます。学園長を連れてきました。瀬名さん、ありがとう。八塚先生もしっかりしてください。ごめんなさい。まったく、本当硬いんだから。もしかして生理中？何よ、二日酔いで人を待たせるなんて。母さんが勧めた話でしょ、学園統合は。あら、反対だと思ってたけど歓迎してくれてるのね。歓迎なんてしてません。やっぱり愛理だ。え、昨日はどうも。おや、ご面識が終わりで？さくの、お兄さん。瀬名さん、友情だったんだね。愛理、また会えた。何？愛理の知り合いなわけ？ここは私たちの学園です。学園長の意向はどうであれ、生徒たちは必ずしも全員が統合に賛成しているわけじゃありません。少なくとも私はあなた方男子を歓迎していません。この結姫女学園は女子校なんですから。次回、拒絶色のクッキング。